世界毎日散歩。今日はオーストラリア最大の人口を有する都市シドニーをお散歩していきましょう。すごくいい眺め。オペラハウスも見えますね。ここはサーキュラーキー駅、湾岸沿いに位置する鉄道駅です。地図で言うとここ。フェリー用の大きな埠頭もあるため、シドニーを通る主要な鉄道がいくつも開通されています。フェリーで向こう側に行くのも楽しそうだけど、今日はシドニー王立植物園に向かって歩いていきましょう。今の時刻は午後4時20分。2020年の11月下旬、気温は21度と過ごしやすいです。南半球に位置するシドニーはこれからどんどん暑くなります。改札から外に出ましょうか。前にクリスマスツリーが見えますね。クリスマスが近づくにつれて、いろんな場所でデコレーションが始まりますよね。さて、ツリーの後ろの建物はシドニーの旧税関です。調べたところによると、1845年に建設され、1988年までオーストラリア政府関税局ニューサウスウェールズ州の本部として機能していたそうです。1994年に所有権が政府からシドニーの市議会に譲渡され、展示会などのイベント会場として使われています。青いバスが並んでますね。よく見ると日本と違って2つの車両がつながっていますね。どうやって運転するのか不思議ですね。私には無理かも。特別な免許が必要なのかしら。今日は街中の方じゃなくて湾岸沿いを歩いていこうかな。ここは先ほど駅から見たサーキュラーキー埠頭です。2番から6番の5つのプラットフォームがあって、それぞれ異なる目的地に向かうフェリーが出ています。例えばシドニーで最も歴史がある動物園のタロンガ動物園や、シドニーオリンピック公園に向かうフェリーもあったりします。入り組んだ湾岸だからこそ可能な水上の交通網です。フェリーに乗って海からの景色も見てみたいけど、また今度にしましょう。前に見えるのはシドニーハーバーブリッジ。シドニーのセントラルビジネスディストリクトとシドニー北部をつなぐ全長 1.1km の橋です。シングルアーチの橋としては世界2位の長さを誇っています。オーストラリア最大級の夜のイベントであるビビッドシドニーの開催期間中は、色鮮やかにライトアップされます。ライトに加えて水面に反射しているいろんな光によって、とっても綺麗な光景を見ることができるんです。
会があれば、その風景もぜひ一緒に見たいですね。この辺りのテラス席でライトアップしたシドニー湾を見ながらディナーとかもいいかもしれませんね。今日は天気もいいし、程よい風も吹いてて気持ちいい。目の前に見えるのはシドニーで最も有名な建物の一つであるオペラハウスです。さっき上から見ましたね。調べたところによると、ここではオペラだけでなくオーケストラ、ミュージカル、演劇など様々な公演を見ることができるそうです。1973年10月20日の初公演では、現イギリス女王であるエリザベス2世が来場したんだとか。2007年には世界遺産に登録され、世代的に最も新しい世界遺産となったみたいです。近くで見るとすごいデザイン。船の帆や貝殻をモチーフにして設計されたそうです。ここから見るシドニー湾の眺めもいいですね。いろんな角度から風景を楽しめるからいいですよね。お父さんがランニング中。頑張って。さあ、シドニー王立植物園に着きました。ここは1816年にオープンした植物園であり、オーストラリア初の研究所としての側面も持っています。広さは東京ドーム 8.5 個分もあります。1万2000種類以上の植物に加えて、たくさんの野鳥も見ることができます。これだけ充実しているのに、なんと入園料はタダなんです。いいでしょう。海岸の景色と緑を同時に楽しめるのはとても贅沢ですね。こっちの階段を上がっていきましょうか。
不思議な形をした幹ですね。都市のすぐ隣にこんな公園があるので、気分転換に気軽に来れそう。今日はあんまり人がいない気がします。おかげでこんな広々とした場所を周りを気にせずのびのびと歩けています。もう少しだけゆったり歩いていきましょうか。じゃあ今日はこの辺にしようかな。シドニーの湾岸沿い、皆さんはいかがでしたか？それではぜひ次回の散歩もお楽しみに。もしよろしければいいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。世界中を一緒に歩いていきましょう。